こんにちは。白衣の女の件で来た。よかったわ。ずっと張られたままで日光で色あせちゃってたから。どうにか読み取れたが、もっと情報が必要だな。何でも聞いて。巫女たちみたいになるのが怖くて外には出られないし。巫女たちとは誰だ？飲んだくれの4人よ。何杯か引っ掛けて白衣の女を犯そうって決めたの。そうすればきっといなくなるって。物好きだな。さあね。白衣の女には振られたらしいわ。今もみんな外に転がったまま、怖くて近づけないの。白衣の女は外に現れるのか？ええ、小屋の向こう、古い塔の近く、そこに住み着いたらしいわ。それで、助けてくれる？ああ、対処しよう。勇敢な巫女よりも効果的なやり方でな。随分無茶をしたようだな。乾いた血だ。かなり古いな。だが焦げ跡はまだ新しい。不自然だな。死ぬ直前に何を見たにせよ、ひどく怯えたんだな。バカな奴らめ。死体がカラカラに乾いてる。火で焼かれたのか。ヌーンレイスの仕業だ。蒼白だが血は失っていない。吸血鬼ではないな。死体は4つあるはずだ。深く不規則な足跡。慌てふためいて逃げた跡だ。塔を調べてみなくては。グールが死体を地下に引きずり込んだのか。だが殺したのは別のやつだ。肌が異常に白くひび割れている。これはあらゆる特徴がヌーンレイスのものだ。俺を避けてる。彼女の持ち物を手に入れよう。そうすれば姿を現す。こんにちは。白衣の女はおそらくヌーンレイスだ。そんな、ルージー。ルージーは結婚を控えていたんだな。ええ、両親が鍛冶職人と婚約させたの。裕福だけどエルフの遺跡よりも年寄りよ。ルージーは祭壇から外に逃げ出して、そこで自分の手首を切ったの。結のように持っていた銀の短剣を使って見せてあげるわ。両親が売ることも埋めることもできなくて私に託したの。対処するにはまず近くに誘い出す必要がある。彼女の持ち物が必要だ。短剣ならうってつけだろう。持って行って。必ずルジを殺してよ。これ以上苦しませちゃダメ。行け。踊るとしよう。
その調子だ、ローチ。こんにちは。問題解決だ。もう外に出られるぞ。ありがとう。お礼よ。それじゃあ良き旅を。最近は街中でも会わないよ。ああ、